オランダ語の武装親衛隊インボッシューポスター、オランダ人よ、君の名誉と良心のために立ち上がれ。ボルシャビズムに対抗せよ、武装親衛隊は君を呼ぶ。第 23SS 義勇総攻的弾兵士団、ネーデルラントは、第二次世界大戦中のナチスドイツ武装親衛隊の、師団。1945年に第 4SS 義勇。 総合的弾兵両団、ネーデルラントが師団に昇格して誕生した。ただし、名称こそ、師団ではあるが、1945年時点での、実際の兵力は1000名程度に過ぎなかった。ネーデルラントという名称が示すように、この師団は主に、オランダ人義勇兵で編成されていた。また、師団及び、旅団の前身である、義勇部隊。 ニーダーランデは1942年1月にレニングラード戦線へ到着して以来東部戦線で戦った。1939年9月ドイツ国防軍の電撃戦によるポーランド侵攻が成功すると1939年から40年にかけての西ヨーロッパ諸国におけるファシズム政党の支持者たちはドイツこそが ボリシェビキ問題に対する答えであるとみなした。ドイツによる西ヨーロッパ諸国の占領が一段落した1940年後半、新英隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーは、ドイツ総統、アドルフ・ヒトラーの許可を得て、ヨーロッパのゲルマン系兵士を集めて、武装新英隊に所属する、外国人義勇兵部隊を編成する作業に着手した。 こうして1941年4月には、SS 義勇連隊、ノルトベストが創設され、同連隊はオランダ及び、ベルギーのフラマン出身の義勇兵で構成されることになっていた。ヒムラーや、SS 外国人義勇兵募集運動責任者ゴッド、ロープベルガーらによる、外国人義勇兵募集運動は、西ヨーロッパ諸国、とりわけオランダのファシズム政党 NSB や、 類似の親独組織の支援を受け、入隊資格を満たす民族の多いオランダにおいて、一定の成果を上げた。これに加え、元オランダ陸軍中将で、NSB の熱烈な支持者である、ヘンドリック・アレクサンダー・セイファルトが、SS の募集運動を支持したことにより、さらに多くのオランダ人義勇兵が集まることになった。SS に志願した。 オランダ人義勇兵たちは1941年4月までにハンブルクへ送られた。SS の担当官は彼ら義勇兵をノルトベスト連隊に配属するため、素早く身体検査やその他の身辺調査を実施し、そして契約を結んだ。多くのオランダ義勇兵は自分たちが武装親衛隊の任務に就くことによって、ヒトラーが新たに築くであろう世界秩序の中で、 オランダが重要な位置を占めることができると考えていた。しかし、1941年7月に、ノルトベスト連隊は解体され、連隊に所属していた。フラマン人義勇兵とオランダ人義勇兵は分離され、それぞれ新たに創設された、国別部隊へ配属された。オランダ人義勇兵は、SS 義勇部隊、ニーダーランで所属することとなったが、多くが、 NSB の関係者であったオランダ人義勇兵は SS との契約を続行し同義勇部隊での任務に就いた。さらなる訓練のために部隊は東プロイセンのエアレスに送られたがオランダからドイツへ到着した新兵はハンブルクで基本訓練を行うこととなった。しかしそこで新兵たちは武装親衛隊の訓練教官の傲慢かつ過酷な 態度に直面し、彼らの持つ熱狂に冷水を浴びせられた。これによって、義勇兵の中には失望して、気境を企む者や自殺する者まで現れた。しかし、それでも多くの義勇兵は、目的達成のために厳しい訓練を重ねた。1941年の冬までに、義勇部隊、ニーダーランデは1個不評連隊規模に拡大され、5個の 自動車化された中隊と、その他の諸中隊を有していた。これにより、NSB の指導者、アントン・ムッセルトは、同義勇部隊を新たなオランダ軍の前進になると、みなしていた。この一連の活動を、ドイツは、オランダ人義勇兵の部隊が、オランダ全土の望みであったかのように見せかけ、ドイツと共に独立したオランダが、連合国と戦っているかのように見える。 印象操作を行った。セーファルトは、義勇部隊の象徴的存在とされ、すべてのオランダ人義勇兵は、非公式のオランダの国旗をかたどった縦型の腕章を、軍服の左袖に着用することを許可された。しかし、多くのオランダ人義勇兵は、部隊が独立した存在であると信じていたが、セーファルトは、部隊が、武装親衛隊の指揮下にあるという事実に気づいた。 セーファルトは、ドイツ側に抗議したが、ドイツはそれを無視した。セーファルトは強硬な反響主義者ではあったが、ナチスのイデオロギーに心から賛同しているわけでは、なかった。1941年11月、訓練を終えた、義勇部隊、ニーダーランデは、ドイツ北方軍集団に所属することになり、レニングラード近郊の戦線へ送られた。 1942年1月中旬、義勇部隊、ニーダーランデは、ボルホフ川の戦線に到着、防衛線を形成し始めた。前線に到着してから数週間の間、ニーダーランデ部隊は、ソビエト赤軍のボルホフ川西岸における、共闘歩行地区を防ぎ、また、ソビエト赤軍の防衛地点に対するいくつかの攻撃にも参加した。 1942年2月初旬、NSB 指導者のムッセルトが戦線を訪問すると、部隊の士気は上がったが、その数日後である2月10日には、ソビエト赤軍がレニングラードを防衛するための大規模攻勢を開始した。それ以降、6月前半まで部隊は、絶え間ないソビエト赤軍の攻勢を防御し続け、多数の犠牲を出しつつも防衛戦を維持し続けた。 1942年6月、オランダ人部隊は初めて反撃に転じ、ソビエト赤軍部隊の一部の無力化に成功した。この反撃期間中、部隊は後に、ドイツ軍の指揮下で、ソビエト連邦と戦うロシア解放軍の指導者となる、アンドレー・ウラソフ将軍を含むソビエト赤軍将兵3500人を捕虜とした。6月下旬、部隊は、 新たなレニングラード包囲に参加するため北へ移動した。レニングラード周辺の戦線での1ヶ月に及ぶ平穏な活動の後、部隊はノルトリヒト作戦に備えて戦線から引き抜かれた。しかし、8月14日の作戦開始を予定していたドイツ軍に先んじてソビエト赤軍が攻勢を開始した。ノルトリヒト作戦結構のために多くの部隊が 前線から引き抜かれていたため、ドイツ軍は進出するソビエト赤軍に対して有効な反撃が行うことができず、結局、ノルトリヒト作戦は失敗に終わった。同作戦の失敗後、予想されるソビエト赤軍の攻撃をラドガコで防ぐため、オランダ人部隊はレニングラード南方へ送られた。部隊は1942年末まで激しい戦闘を重ね、 やがて第二 s s 自動車化風評旅団に編入され、ノルウェー人義勇兵の部隊である SS 義勇部隊、ノルベーゲンと共に前線へ復帰した。1943年1月初旬、ソビエト赤軍は後に第二次ラドガコの戦いとして知られる攻勢を開始した。オランダ、ノルウェーの両外国人義勇兵部隊は、ソビエト赤軍の繰り出す T-34。 中戦車を対戦車砲で防ぎ続けた。2月13日、ソビエト赤軍は、ニーダーランデ部隊の戦区において11個、狙撃兵士団、6個機械化、旅団、2個戦車旅団を繰り出して、大攻勢を発揮した。この時、同部隊の第14中隊に所属する19歳のヘラルドス、モーイマン SS 上等兵は、 先の対戦車砲を指揮して7両の t-34 を撃破し、敵の突破を阻止した。もうイーマンはその後も再び押し寄せてきた敵戦車部隊と交戦し、さらに t-34 を6両撃破した。これによってソビエト赤軍はニーダーランで部隊の戦区を突破できず、二度と同戦区への攻撃を施行しなかった。モうイーマンがこの 第二次ラドガコの戦いで撃破した、敵戦車は t-34、キロボルト -1 など、合計19両を数えた。これらの目覚ましい活躍によって、モイマンは1943年2月20日付で、騎士鉄十字章を授与され、ドイツ人以外で、初めて騎士十字章を廃用した、外国人流兵になった。 彼の活躍はドイツによってヨーロッパ中に広く伝えられ、もう今はオランダの若者の手本として大いに宣伝された。一方その頃のオランダ本国では1943年2月6日、義勇部隊の象徴的存在であったセーファルト将軍がオランダのレジスタンス組織 CS-1 のメンバーの銃撃によって重傷を負い、数日後に死亡した。 オランダの募集組織のみならず前線のオランダ人部隊もこの訃報に戸惑ったが象徴的存在であったセイファルトを失った悲しみに暮れる時間はほとんどなかった。1943年春の雪解けによってソビエト赤軍の反撃が再開されていたのである。1943年4月、義勇部隊ニーダーランデは前線から引き上げられ、 中林源のゾンネベルクへ移動した。そこで彼らは新たな旅団として再編成されることになった。ゾンネベルクへの到着と同時に義勇部隊、ニーダーランデは SS 義勇旅団、ネーデルラントとしての再編成に着手した。旅団は2個総合的弾兵連隊を機関として編成され、両連隊には名誉称号が付けられることになった。 第 45SS 義勇総攻的弾兵連隊は暗殺されたセーファルト将軍にちなみヘネラルセーファルトゼネラルセフェールト第 46SS 義勇総攻的弾兵連隊は17世紀のオランダ海軍提督ミヒールデロイテルにちなみデロイテルデルターと名付けられたこれら総合的弾兵連隊の他には第 54SS 砲兵連隊第 54SS 偵察中隊 第 54SS 公兵大隊、第 54SS 戦車両兵大隊、第 54SS 衛星大隊、第 54SS 通信中隊、第 54SS 対空砲中隊の諸部隊が所属しており、旅団指揮官には s s ビーキング師団の SS ゲルマニア連隊長を務めたユルゲン・バグナー、SS 少将が就任した。1943年9月、 ネーデルランと旅団は、フェリックス・シュタイナー SS 大将率いる、大ファイス装甲軍団に加わるため、クロアチアへ移動、大ファイス装甲軍団の司令部が置かれたアグラムの北部に駐屯した。到着と同時に、旅団は、SS、B キング師団で経験を積んだ古参のオランダ兵1500名の補充を受けた。旅団のいた場所は常に、地頭のパルチザンの脅威があったが、 彼らはそこで訓練を完了した。1943年12月末、旅団は新たな戦線に送る準備が整ったと判断され、シュタイナーの大ファイス総甲軍団と共に、ドイツ北方軍集団の担当地区であるレニングラード戦線、オラニエンバウム近辺への移動を命令された。このクロアチアにおいて、ネーデルランと旅団は、 高い戦闘能力を示し、年末には、第 4SS 義勇総攻的弾兵旅団、メーデルラントと解消された。また、この時点で旅団には、小さい師団に相当する9342名の、将兵が所属していた。しかし、クロアチア出発の時点でも旅団が所有する、重兵器は、すべて未受領の状態であり、旅団に配属される。 予定の一個砲兵大隊に至っては、編成が始まったばかりの段階であった。レニングラード戦線への到着と同時に、シュタイナーの大ファイス総攻軍団はドイツ第18軍の所属となり、オラニエンバウム南部のクロピジーに司令部を設けた。軍団の戦区に到着した、ネーデルラント旅団は、オラニエンバウム西部のルチキーに布陣した。 彼らドイツ軍に対する現地のソビエト赤軍は、レオニード・ゴボロフ率いるレニングラード方面軍であった。1944年1月14日、ソビエト赤軍は、ロシア、バルト諸国の領域から、ドイツ軍を駆逐することを目的とした、大規模攻勢を発動。ゴボロフは隣接していたボルホフ方面軍と共に、攻撃を開始した。ソビエト赤軍は、 初期の攻撃で戦線を防衛していたドイツ軍の2個、空軍や戦士団を突破、両方面軍は先を争って進軍した。これによりシュタイナーはこれを止めるための編成を行った。ネーデルラント旅団は、第 11SS 牛総攻的弾兵士団、ノルトラントと共に、レニングラード方面軍を食い止めようとしたが、ボルホフ方面軍による、 包囲の危険性が生じたため、交代を余儀なくされた。1944年1月26日、大ファイス総甲軍団は、オラニエンバウム包囲陣からの交代を開始し、レーデルランと旅団は1月28日朝に交代を開始した。旅団は 150km にわたって撤退戦を行い、新たに、ナルバ川で防衛戦を確立することになっていた。 1>, 1月30日には、エストニアのナルバ市北方の景気のに到着し、ついでナルバ市へ移動した。彼らは、ナルバ共闘歩の北方中心部の防衛を担当することになっていた。オラニエンバウムを制したソビエト赤軍の次の目標は、エストニアからレニングラードへ至る、道の門であるナルバであった。ソビエト赤軍の第47軍、第二突撃軍、第八軍は、 ナルバに気づかれたドイツ軍防衛線突破の準備を着々と整えていた。これに対し守備側のドイツ軍は可能な限りの速さで防衛線を固めることに専念していた。ネーデルラント旅団は京東北部の防衛を担当した。1944年2月3日、ソビエト赤軍によるナルバ京東補への攻撃が開始された。 ソビエト赤軍の激しい攻撃にもかかわらず、ネーデルラント旅団は、ナルバシ島岸において、共闘法を確保し続けた。3月初旬、ソビエト赤軍による攻撃は、共闘法北部のポップオーベカを防衛していた第 48SS 義勇総攻的弾兵連隊、ヘネラルセーファルトに集中した。しかし、同連隊は、この攻撃を防ぎ、連隊長。 ボルフガング・イエル・ヒエル・ SS ・中佐は反撃を開始、ソビエト赤軍の攻勢をくじいた。その後、ソビエト赤軍は第 49SS 義勇総攻的弾兵連隊、デロイテル・ SS ・中佐が守るリリアン・ボックへの攻撃を開始した。一時はソビエト赤軍の不評と戦車部隊によってリリアン・ボックは接見されたが、2日間にわたる激戦の末に、 オランダ人義勇兵たちはソビエト赤軍を撃退した。しかし、ソビエト赤軍レニングラード方面軍司令官ゴボロフは第 49SS 義勇、総攻的弾兵連隊への攻撃を再び集中させた。これにより、オランダ人義勇兵たちの防衛戦に、ほころびが出始め、ノルトラント師団の戦車大隊がソビエト赤軍の突破を防ぐために投入された。 しかし、肝心の戦車が泥沼に入り込んで、身動きが取れなくなったため、コラーニ SS 中佐は、リリアンボック方面へ連隊を撤退させた。これを見たソビエト赤軍は、退却を始めている、オランダ義勇兵たちに対する、激しい砲撃を開始、第 49SS 義勇総攻的弾兵連隊は、この激しい砲火で多大な犠牲者を出すこととなった。しかし、 第 49SS 義勇総攻的弾兵連隊の中隊長であるヘルムート・ショルツ SS 将尉は生き残った兵士を集めて反撃を開始第 49SS 義勇総攻的弾兵連隊が最初に配置されていた地点を取り戻して戦線の崩壊を防いだ3月22日ソビエト赤軍による攻撃は第 49SS 義勇総合的弾兵連隊に 打撃を与え、こ個中隊が防衛する戦線を突破、連隊は殲滅される危機に陥った。しかし、第2大隊長、ハインツ・フリューアウフ・ s ス隊スタイは、大隊本部の人員を集めて戦闘団を編成、連隊背後へ侵入した約150名の、ソビエト赤軍部隊への襲撃を観光した。激戦の結果、フリューアウフ・ s ス隊スタイは、 ソビエト赤軍部隊を無力化し、さらに周辺の敵の総統に成功した。大ファイス総攻軍団司令官シュタイナーは、第 4SS 義勇総攻敵団兵旅団、ネーデルラントに大出儀のような感謝の意を述べている。部隊の素晴らしい対応と、ネーデルラント旅団指揮官の自信ある指揮ぶりは、限りない賞賛に値するゴボロフは、共闘保北部に布陣する。 ネーデルラント旅団の防衛線を突破できなかったため、攻撃の主軸を、京都保南部に布陣する、ノルトラント師団の第24、SS 総攻敵弾兵連隊、ダンマルクへ移した。1944年6月22日、ソビエト赤軍が、下記大攻勢、バグラチオン作戦を発動させたことにより、ナルバ戦線におけるゴボロフの攻撃もさらに勢いを増すことになった。 7月初旬、ソビエト赤軍はついにナルバ川西岸に共闘法を確立し、ナルバ戦線のドイツ軍には分断の危機が迫っていた。7月23日、シュタイナーはヒトラーの命令に反して、大ファイス総攻軍団をナルバ市西方の防衛線、タンネンベルク戦へ交代させた。7月24日午後11時30分。 ナルバ共闘歩のドイツ軍部隊が西方への撤退を開始し、第 24SS 総攻的団兵連隊、ダンマルク及び第 49SS g u 総攻的団兵連隊、デロイテル大愛大隊がナルバ橋を西へ渡った。ダンマルク連隊第7中隊及び第 48SS g u 総攻的団兵連隊、ヘネラルセイファルトも橋を渡ったが、 彼らは大ファイス総甲軍団の後衛として24時間、ナルバッシに残留した。1944年7月25日午後5時ごろ、ナルバッシ残留のドイツ軍後衛部隊に命令が通達された。1800時をもって、全部隊は61番線を横切って、西を目指すこと。これに従って、ダンマルク連隊第7中隊は、 鉄道路線に沿って西方へ退却したが、その間に敵との接触はなかった。しかしながら、デロイテル連隊第2大隊及び、ヘネラルセーファルト連隊が撤退する予定の主要補給道路はすでにソビエト赤軍によって制圧されていた。ゴボロフは、ドイツ軍の撤退を察知して戦線への全面攻撃を開始したため、旅団の残存部隊がナルバ側から撤退する間、 メーデルランと旅団の後衛部隊は押し寄せる、ソビエト赤軍を過労じて食い止めていた。しかし、第 48SS 義勇総合的弾兵連隊、ヘネラルセイファルトは、連隊長、イェルヒエル SS 中佐の公認として2日前に、着任した、リヒャルト・ベンガー SS 中佐の重大な判断ミスの、ために悲惨な末路をたどることになる。1944年7月29日、 フリューハウフ SS 隊と彼の部隊が北西に向かってソビエト赤軍部隊を食い止める間、旅団の砲兵連隊は西部へ全速力で交代した。北西部のソビエト赤軍を駆逐して退路を確保したフリューハウフたちは主要撤退路の左右を固め、第 48SS 走行的弾兵連隊、ヘネラルセイファルトの到着を待った。しかし、どういうわけかフリューハウフたちと、 ヘネラル・セイファルト連隊との連絡は途絶えてしまった。無線も通じず、さらに撤退予定路から聞こえる、戦場騒音を耳にした第 48SS 義勇、総攻的弾兵連隊長、ベンガー SS 中佐は、ソビエト赤軍を避けるために主要撤退路から外れ、事前計画と違うルートを、独自の判断で選んだ。フリューハウフたちはいつまで経っても現れない。 ヘネラル・セーファルト連隊を待ち続けたが、7月30日午前1時に、通達された命令に従って西方へ交代した。7月30日午前5時30分、ナルバシ西方のロニャに到達した、ヘネラル・セーファルト連隊は問題に直面した。ロニャ一帯の地形は泥沼であったため、連隊の車列は著しく行動を制限、されてしまった。さらに、 ソビエト赤軍の砲兵部隊及びソビエト空軍の戦闘爆撃機に捕捉されてしまったためヘネラル・セイファルト連隊は空と地上からの両面攻撃を受けることとなった。そして石膏の報告によって連隊は30両の敵戦車及び300名の敵兵に直面していることが明らかとなった。 7月30日午前9時頃、ベンガー SS 中佐はどうにか旅団本部との連絡をつけた。我々は森を抜けて精神し、それから南へ向かうそして、ベンガー SS 中佐は、連隊の重装備をすべて破壊し、森を抜けて、西を目指すよう命じた。これによって連隊は、旅団本部からの、お前たちは、どこにいる という位置確認の無線連絡も受けることができなくなった。7月30日午後5時30分頃、ベンガー SS 中佐が戦闘に立ったヘネラルセイファルト連隊のザニオは包囲網突破のための突撃を開始した。しかし、絶え間ない砲撃と森の中から次々と現れるソビエト赤軍によってベンガー SS 中佐をはじめ連隊の将校、 歌手間は次々と戦死し、連隊はパニック状態に陥った。これまで不眠不休で戦い続け、疲弊しきったオランダ人義勇兵たちは、ソビエト赤軍の格好の標的であり、30分後の午後6時頃に連隊は殲滅された。数日後、丹念ンンベルク防衛戦に生きてたどり着いたのは、ブイキング師団以来の古参オランダ人中隊長。 コルネリウス・ニー・ウェンダイク・フーク、SS 将尉を含む、少数の残存兵のみであった。このナルバ撤退戦で、メーデルランと旅団は2個連隊のうちの1つを失い、経験豊富なベテラン兵を多数失ってしまった。全滅した第48、SS 総攻的弾兵連隊は、シュロヒャウで、再度、編成を行うよう命令された。1944年7月末、 第イ,イス装甲軍団が、タンネベルク戦へ交代する間、ネーデルランと旅団は、軍団の後衛を務めていた。この時、第 48SS 義勇装甲的弾兵連隊の、退路の確保を命じられた第 54SS 戦車両兵大隊,隊第1中隊は、所属の突撃砲数量を投進させた。そのうちの一両は、 オランダ人、SS 軍曹デルクエルスコ・ブラインスが社長を務める、整備不良の3号突撃砲 g 型だったが、同社は移動途中に、ソビエト赤軍の戦車部隊と遭遇し、単独で8両を撃破する戦果を挙げた。この功績により、ブラインス・ SS 軍曹には1944年8月23日付で、騎士鉄十字章が授与され、彼は、 ヘラルダス・モー・イマンに続く、オランダ人義勇兵、第二の騎士鉄十字章受賞者となった。一方、タンネンベルク戦における、ドイツ軍の防衛体制が整ったことにより、メーデルラント・旅団は、予備として戦線から引き抜かれ、再編成のために短期間の時間を与えられた。1944年7月20日、ヒトラー暗殺未遂事件が発生すると、 旅団の将兵はショックと怒りを示し、いくつかの悔やみ状と相当への指示を、旅団から、ヒトラーへ送った。旅団の大部分の将兵は、NSB のファシズムイデオロギーをしっかりと保持していた。8月24日、新英体全国指導者、ハインレヒヒムラーは旅団に手紙を送り、旅団の関東精神を称賛した。 1944年8月中旬、第 5SS 義勇突撃旅団、バロニエンからエストニアへ派遣された、戦闘団が、ネーデルラント旅団の指揮下に置かれ、戦力の増強を行った。後に、ヒトラーが、エストニア戦線のドイツ軍に撤退を許可したとき、ネーデルラント旅団には一つの問題が存在していた。 ドイツ軍がエストニアを放棄することに起こったエストニア人将兵の一団が地下に潜ったのである。そのため、ネーベルランと旅団の指揮官バーグナーはエストニアで想定されるあらゆるケースに対応するため予備戦力の中退を維持することを強いられた。しかし、結局、数回の衝突は発生はしたものの、エストニア側との大規模な戦いは発生しなかった。 1944年9月23日、メーデルラント旅団は、クールラントへの撤退を開始し、10月半ばまでに、現地に到着した。しかし、旅団は到着直後、ソビエト赤軍による、複合攻撃により数日間の激戦を強いられ、多大な犠牲を払うこととなった。ソビエト赤軍は、ドイツ北方軍集団を、クールラントで孤立させるのに成功したが、 これは後にクールラントポケットとして知られることとなる。ノルトラント師団と共に配置された、ネーデルラント旅団は、戦略的に不可欠なリバウ防衛戦の一翼を、担った。クールラントでの戦いの最中、ネーデルラント旅団はパルチザンからの熾烈な攻撃を、受けた。そのため、数回の交戦の後、ネーデルラント旅団長、バグナー SS 少将は、 一般市民の報復処刑を命じた。1944年10月27日、レーデルラント旅団第 49SS 義勇、総合的弾兵連隊、デロイペル・ワタイアーズ、パーブス・マルシーズ北部におけるソビエト赤軍の脅威を排除し、旅団は、カレッチ戦区に本部を移した。しかし、10月27日には、ソビエト赤軍の攻勢が再開され、 1944年の残りの日々は数回の戦闘に従事する日々を送った。1945年1月24日、メーデルラント旅団の戦区にソビエト赤軍の猛烈な砲撃が集中した。旅団戦区は北部から南部に向かって順に第 54SS 公平大隊、デロイテル連隊第2大隊、同連隊第愛大隊が布陣していた。 数回の攻防戦の後、南部のオゾリ級は、ソビエト赤軍の手に落ち、デロイテル連隊大愛大隊は、少数の残存兵を除いて壊滅した。この時、カレチ戦区では、デロイテル連隊大2大隊の残存部隊を集めた、臨時編成の中隊が、カレチ東方400メートル地点の全勝陣地を、主要抵抗戦として確保していた。 同中隊の指揮官は1944年12月18日に黄金ドイツ十字章を受章した古参のデンマーク人義勇兵でデロイテル連隊第六中隊長を務めるヨハネス・ヘルマース・ SS 中尉であった。1945年1月25日朝、ソビエト赤軍はヘルマース中隊の陣地前方200メートルの森から多数の戦車と200名の不評を持って 攻撃を開始した。このソビエト赤軍の攻撃によって、ヘルマース中隊陣地の残豪の範囲分が陥落したが、ヘルマース SS 中尉は、少数の兵を率いて、即時反撃に踏み切った。短期間銃を手に、部下の戦闘に立ったヘルマースは、侵入したソビエト赤軍を残豪から駆逐した。彼は戦闘中に二度負傷したものの、 部下と共に前線に残留し、主要抵抗戦を取せんとするソビエト赤軍の攻勢を頓挫させたのであった。そして、1月25日の枯れ地における主要抵抗戦の維持を呼び、敵軍の突破防止の功績を認められ、ヘルマース SS 中尉には1945年3月5日付で、騎士鉄十字章が授与され、彼は、 デンマーク人として、第三の騎士鉄十字章受賞者となった。1945年1月26日、レーデルラント旅団は、オーデル側における防衛に参加するため、クールラントからスビネミュンデシュテッティンへ移動するよう命令を受けた。撤退は、リバウの港を使って行われ、ソビエト赤軍制圧下のバルト海を抜け、2月4日には、ドイツ領域への脱出に成功した。 1945年2月、消耗した第 4SS 義勇総攻的弾兵旅団、ネーデルラントは、第 11SS 義勇総攻的弾兵士団、ノルトラントに吸収される予定になっていたが、オランダのファシズム組織、NSB からの抗議のため、第 23SS 義勇総攻的弾兵士団、ネーデルラントと解消された。しかし、名称こそ師団であるものの、実際の兵力は、 約1000名でしかなかった。ネーデルラント師団は、フェリックス・シュタイナー SS 大将の第 11SS 総甲軍に所属し、2月の存年弁で作戦と3月のアルトダム近辺の戦いに参加した。1945年4月、消耗し尽くしたネーデルラント師団は、第 48SS 義勇総攻的弾兵連隊、ヘネラルセーファルトと第 49SS 義勇。 総行的弾兵連隊、デロイテルを元にした2個戦闘団を新たに編成した。ヘネラル・セーファルト戦闘団は南へ向かい、デロイテル戦闘団は、オーデル川北方戦区に残った。4月16日、ソビエト赤軍は、最終攻撃を開始し、25日までに、ドイツ軍の防衛線を崩壊させた。攻撃の最中、ネーデル・ラント師団の2個戦闘団は、 激戦を行ったが、ソビエト赤軍による攻撃によって、両戦闘団の連絡は分断された。デロイテル戦闘団は、ソビエト赤軍の攻撃により押し戻されたが、パルヒムで、ソビエト赤軍の進出阻止を試みた。5月3日、ソビエト赤軍は、多数の戦車を繰り出して、同戦闘団へ攻撃を開始したが、デロイテル戦闘団は、 熾烈な抵抗によってソビエト赤軍の進撃を食い止め、さらにその先遣部隊を殲滅した。その後、戦闘団の生き残りの将兵は、アメリカ軍が近辺まで進撃しているという噂を耳にし、西へ移動してアメリカ軍に降伏した。一方、ヘネラル・セーファルト戦闘団は、ハルベ近辺におけるソビエト赤軍の攻撃により、南へ押されていた。 戦闘団の残存兵は、第 15SS 武装的弾兵士団のビューイジャー、戦闘団に吸収されたが、春ベの戦いでの地獄のような戦闘で、同戦闘団は全滅した。戦後、生存者はいくつかの死刑宣告を受け、また、オランダで裁判にかけられた。バグナーは、ユーゴスラビアにおける、戦争犯罪裁判にかけられ、民間人に対する攻撃行為により、 死刑を宣告された。ありがとうございます。